ステージのメンバーが今日ここに集まります。へー、再結成しませんか。僕から持ちかけようかなと思うんですよ。本当はしたいみたいなのあるんじゃないかな。リアルではいつも勘違いですけど、今日は勘違いじゃない、自信あります。どう当たりだったの、再結成みたいな。今回のこのコラボは期間限定っていうだけどその先って話ですよね。そう、まあ、僕的にはもうこのなんていうかな、チーム以外でそれぞれがなんかチームっていうことってもありえないんじゃないかなっていうことあるわ。なんか中学生の頃月30万お小遣いもらったら世界変えれると思ってた。よろしくお願いします。いや、ないです。30万なんかもらったらもう幸せすぎて一生いけるみたいな、世界変えれんちゃうみたいな、ジャンプしたら飛べんじゃないっていう時なかったですか。そういう時代なかったです。僕にはありました。これがなんかこっちがそっちが違いですよ。ということでよろしくお願いします。今日なんですけど、ちょっと最初に言ってきますと、動画的にはドッキリとかなんとかじゃないんですけど、出てる人間やっぱすごいと。ネクストステージのメンバーが今日ここに集まります。へぇー、この新曲が集まるんですよ。へぇー、すごい髪の色の人たちが全員、俺以外すごい色でしょ。ピンキーさん、禁断ボーイズさん、ヒカルさんと、で、僕と、カズちゃん以外、全員集まります。禁断ボーイズさんですか。禁断ボーイズさんも集まるんですよ。これすごいでしょ、これ家に集まるんですよ。これ全員が集結するんですよ。ダキで言ったら、誰も呼びかけてへんのに、同時期に同着で囚人が世界中から来た。っていうぐらい、誰も呼びかけてへんのに来たみたいな。まあ、入念の打ち合わせあったんですけど、もちろん。はい、で、今日なんですけど、まあ来て、まあ今回ね、期間限定でコラボだけしようみたいな。別に再結成とか何もなくて、まあ当時グループみたいなことやってたんですけど、今日はそういうことじゃなくて、まあ、普通にもう1回2回コラボして終わりっていう話に一応なってるんですが、正直ね、やっぱりあの時の余韻に浸ってるというか、やっぱりあの時ってすごかったんですよ。ダブさんピークですね。いや、今がピークやから。あの時俺ピークじゃない。今が一番ピーク。これがあって今こうみたいな言い方やめて。全然こうやから。全然で、あの時はやっぱり一番盛り上がって、 YouTube 間違いなく盛り上げて、絶対にそうなんですよ、あの時って。そうですね、ヒカルさん筆頭にですから。ユウタくんめっちゃ見てたら、僕見てたんで。ああ、お前なんかも鼻たれ小僧やったら、あの時お前なんかは今カメラさせてもらってるだけありがたく、お前いや、ほんまにそれテンション上がるでしょ。いや、めちゃめちゃ上がりますよ。ここにそのメンバー来るんですよ。で、今日は何がしたいかって、正直まあ恥ずかしいんですけど、僕もやっぱり今その定期的にコラボできればいいですけど、今はもう事務所もバラバラと、フリーな人間もいるし、僕も事務所キー入ってたりすると、なかなかまあ大人の関係もあって、簡単にね、案件も簡単にできひんと。昔だったらちょっと案件やってて、ヒカルさんそこローバルで、ヒカルさんちょっと出てくださいよみたいな、あ、全然いいっすよみたいな、そんなノリやったんですよ。出てもらうなんか何百万かかるんですよ、それだけも。でもそれが可能やったんですよ、1個の事務所に入ってる時は。でもなんか昔みたいにちょっと再結成みたいな、本当はいいに恥ずかしいんですよ、言うのもしたいと。でもそのヒカルさん説得するだけだったらいけるんですよ。金田さん説得するだけでいけるんですよ。でも全員一致じゃないダメだから。で、カスちゃんどうなんだって話でしょ。確かにカスちゃんは関係ない、関係ない。それ言うと、はい、ピンキーさんともカスちゃんどうなんだって話でしょ。であるから、それ大変やから、今回はですね、ちょっと僕提案ありまして、僕の気持ちとしてはやっぱり再結成したい、昔みたいにまた騒がしたいんですよ、うん、ほんまに。で、この後ですね、みんな集まるんですけど、集まる前にまだまだ時間あるんで、あの人たちデフォルトで2時間遅刻する人たちなんでなんですけど、来る時に揃って今から撮影前に準備といろいろあるんでね、ちょっと再結成しませんかと。僕からちょっとこれ皆さんに、あの変な髪の色をしたやつらに僕から、はい、持ちかけようかなと思うんですよ。これ僕の勘違いではないと思うんですけど、みんなね、本当はしたいみたいなのもあるんじゃないかな。でも言いにくいし、俺らから言わない。お互いがね、まあとあるまあいろいろあったんですよ、炎上みたいなことが。お互いが悪いと思ってたりとか、お互いいろんな考え方でこの人に対してこう絡みにくいとか、いろいろあったり、いろんな誤解も絶対あるんですよ。で、それでもあの時どうこうって話じゃなくて、もうシンプルに再結成しませんっていう誰かが言い出さないと始まらないと思うんですよ。これちょっと言ってみて。でもそれでいいですね。すごいですね、確かに、うん、まあ、できたらすごいですね、うん、これをカスちゃんに全部言ってみて。一旦カスちゃんにフィルター通してから関係ないですよ。そうです、どうなるか。一番関係ないんで、一番関係ないんで、はい、今回関係ないでしょ。関係ないです、はい、今回関係ないです、ごめんなさい、はい、なんで、それでどうなるかなんですよ。それちょっと見ていきたいんで、その場でもう隠し撮りで、もう空気も悪いというか、なんか変な、重たいですよ。どうすんで、でもどうすんでみたいになってるんですよ。だからほんまにもうめっちゃ好きな女の子に、もうお前も俺のこと好きなんやろってもう分かってるからみたいな。そういう感じです。リアルではいつも勘違いですけど、今日は勘違いじゃない、自信あります。いつもはそれ勘違いです。でも定数的に昔のそのネクストの時にやってたみたいなあれ感じですね。なんか全然違いますね。全然違います。いつもはプライベートだと結構犯罪で、僕女の子にストーカーとかって警察に届け出されるんですけど、今回は絶対に勘違いないです。絶対にあの両思いのはずなんですよ。これを僕がもう切り開いて、で、僕がちょっとねコロコロって言ったら、ヒカルさんとかバーって、それ何が起こるんや、しゃべってくれるんで
それうまいこといくんちゃうかなと思って。これどうすか、この企画。面白いです。絶対いいでしょ。だからほんまに今日は起承転結ないですよ。笑いないです。全然笑いがないですよ、ほんまに。ちょっとゆうたくんに自撮りしてみて、一回自分の顔自撮りしてみて。そこが一番ピンク、そこが一番ピンク。自撮りしてみて。ありがとうございます。それが一番ピンクです。もしそれがそのシーンがあったら、それがピンクです。そこでもち一回言ってください。だってまあ、ほんとにだからこっからもう、俺も場面、もうほんまにこれどうなるかわからん。禁断なんとかもそうやし、やらせ大嫌いから。ガチじゃないともう、ほんまにもう、ビッグがうるさいねん。やらせしたいのに。あいつうるさいねん。あいつ。だから、もうガチガチがもうどうなるかわからんから、結構ね、くだる可能性あります。これ最初に言ってみます。ただ、ちょっとまあ、これ再結成したいんですよ。そういうグループがあったんですよ、昔の影響で。知らない人も多いと思うんですけど、ね、もう今は。知らない人おるでしょ。いいと思いますね、今。絶対あるでしょ。ちょっと世間を騒がしたグループ、消させて僕らは。それもう一回やるです。そんだけ集まって、ラモさんそこでハンドリングしないで。邪魔すんじゃん。邪魔してないよ。邪魔してないよ。これ絶対うまいことできへんわ。ヒカルさんがすぐ嘘見抜くやん。すぐ嘘見抜くやん、あの人が。そこなんかあの人すぐ言っちゃうから、頑張ってけへん、あの人。ユニクロの時やばかったもん。関係ない、あの人ほんまに。ララさん、様子おかしないっすかって言う。もう言うなよ、お前さん。頑張っとけよっていうの。あの辺がね、ややこしいメンバー揃ってるんで。ということでね、よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。低かと思った。低かったね。2位じゃなかった。低かった。2位。あれそんなの忍びじゃない。あれリーダーどこ行ったリーダー。俺やん。わかんない。リーダー普通に。こっちはわかんない。髪色もいい感じだ。そうなんですよ。いや、モーリーさん似てないですか。なあ、そうですね。いやー、あとピーさん、ヒカルさん来て。で、打ち合わせして、あれですね。はい。姿は。ジム来たんですよ。聞いてないです。いや、森さん言ったんで。すみません。ごめんなさい。いや、それくらいしか思わないんですよ。それはそうなんよ。ちょっとそこなんですって。絶対違うもん。いや、余計なことした。そうなの？前回の進歩が何もない。やばいって。どうでしょう。恥ずかしいって責任するって。出て。そういうとこだよね。見てきました。出すよ、普通に。あ、マジですか。はい、出す。牛一頭食いました。えぇ、嘘やってる。お願いします。お願いします。です、です。失礼します。綺麗な家ですね。いやいやいや、めちゃめちゃ綺麗。初っすもんね。初めてです。あれピンキーさん髪の戻せないですか。戻さない、僕が。じゃあもうピンキーって名前やめなあかんなるんじゃ。もう、やめましたよ。え、今何今何多分ギラシピってあるんですよ。普通に買い目なんで、僕普通に買い目なんで。結構恥ずかしい。わ、すごい綺麗だな、家。いや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 。え、ピンキーさん飯食いました。飯まだ食べてないですね。マジっすか。まあ大丈夫ですよね。じゃあちょっとなんか買います。弁当どっちのぼりにします。じゃんけんでいいですか。え、絶対嘘。いつも踊ってくれはる。なんで今日だけじゃんけんなの。いや、久しぶりなんで。久しぶりなんで、そこは勝ってるかもしれない。ゼロで始めようかな。そこはそこは大事。そこはゼロで始めようかなと思ってますけど。自分稼いでる。登録数が戻らへんもん。いや、でも稼ぎやばいっしょ。収益やばいでしょ。収益って言ってもあれですけど、登録数が戻らへん。だって話めっちゃそらすもん。おかしなもんですよ。なんかこの間も E さんと撮影できたんですけど、僕ってチャンネル登録が210かなんかの時に、確か最後見たのが35位ぐらいなんですよ、チャンネル登録の順位で。でまだまだ上いる、まっすぐ仕方ないじゃないですか。で今って100万登録なんで120じゃないですか。チャンネル登録で言ったら順位多分100とか100位なんですよね、おそらく。そのいるものかなって。でも稼ぎがトップ5入るとおかしないから。いや、そうっすよね。それ不思議っすよね。不思議っすよね。だから再生数と案件代がメインじゃないですか、YouTube って。と闇営業。闇営業めっちゃやってるわ。俺一番やってる。闇営業は違反じゃないっすかね。ああ。一番やってる時期なの。闇営業みたいなの。だってあんたインスタも全部闇営業でしょ。それ言い出した。だって利益が発生してしまったら闇営業ですから。ああ。ただにしてもらって割引してもらうのが闇営業ですから。はい、発生してるわけですから。お金もらうだけ闇営業ないんで。闇営業一人もらうの。してないですね、闇営業。何もしてないです。してないです。今変な被り方したぞ。いや、闇営業じゃないっすね。モリさんでもよくやってましたけどね、パチンコの。ああ。でもモリさんバーサーやってるからなんとかいいんじゃん。バーサリーの話ですね。あー、もうあとヒカさん来たらそれですね。お疲れ様です。お疲れ様です。これ見たら赤なの。そうですね。一緒一緒。俺もそうらしいです。メガネ描いてるヒカさん。本当。あー、そうですね。
金持ちなんで。金持ち YouTuber。 金持ち YouTuber 500万再生ぐらいいってるじゃないですか。やばいっすよね。あれやばいっすね。500万すごい。ピッキーは金持ち YouTuber。 小金持ち YouTuber です。流れ的には、はい、ヒカルさんの方の企画、はい、で裏側でなんか僕一緒にバーッと撮れるのはですね、綺麗です。はい、これ何すんだよ。それ本を置けるんです。マジで書くぐらいですか。いやまあ俺はいらないですね。もう曲がってますよ。いや、そうそう、そういうもんですよ。本めっちゃ読んで、本当にしょうがない本読んどるな、また俺。また知識、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 ワイングダッサ、ワイングワイング本の名前ダッサいっす、ダッサいっす。知識、知識、ワイングと言うとめっちゃ噛むぞ、僕。雑学王かなんか出るんですか。いや、出ないっす。クイズ番組このなんかメンバーが集まるってことすごい。いや、これはほんまにめっちゃ新鮮や。そわそわする。誰やお前、ここにおるやつ。すいません、お邪魔します。このメンバー冷たいからな。そういう通じないやつに規定中でしょ。規定中でしょ。要はものすごく小さいです。ものすごく小さいです。っていう YouTuber ですかね。いやこのメンバーレアやわ。懐かしい。一番だって見てた時期じゃないですか。僕は一番見てましたよ。一般人として見てた時期のメンバーの時は、今は一般人です。YouTuber です。めっちゃディスやん、いっくん。2年経ったらめっちゃディスるやん。やっぱ人間って変わるんですね、僕のだったら。天狗です。天狗。前会った時は髪色が戻ってなかった。そうっすね、うん、そうっすよね。ピンキーはもなんか髪色戻りましたね。はい、ある種戻りましたよ。子供の一番最初に迎えに来てもらうってこれでしたもんね。北海道に。そうだ、あ、そっか、僕黒でしたもんね。そうや、はい、限定会です、ね、焼肉行きましたよね。確かに美味しかったあれ普通に。あの頃稲ちゃんなんてまだだって小6とか小5とか。そうですよ、小6の女の子連れ回してね、北海道の寒いところで。メガネ買って覚えてるの。メガネ買ってた、買ってた。うわ、なんかあの、はい、イオンみたいなところ。そう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 、あの地元の。懐かしいね、撮影機も撮らずにね。そうですね、なんか言われましたもんね、今夜のパワーみたいな。懐かしいな。悪いぞ。え、今、妹さんやってますか。ポップティーのモデルやってます、ね。すごい。ガチ。はい。もう要やん。成長したな、ほんま。すごいですよ、もう僕よりすごいですもん。でも下手してあの時のこと全然知らんようなファンの子もおるんじゃん。多いと思いますよ。俺らだってそうやん、多分。いや、週 2? 週 3?中3になりましたね。ガチ。おっすよ、もう。おっさんや、俺ら。なんかもうそれ3年前ですからね。そのなんか歴史たどるところ。 YouTuber みんなやっぱおっさんじゃなくて言ってるでしょ。まあ、そうですね、全体そうっすね。俺若いやつ育ってるって今すぐじゃん。じゃあバズったんですね。1年に1人ぐらいでしょ。1人2人ですね。でワードマンさんがちょっと出たとか、うん、ワードマンは22歳とか1歳で20歳とかですよ。え、若い。俺初めて会った時先の前に言われました。チャンネルバンになったばっかりと思うんですよ。へ、昔に戻りましたね。バズる前に YouTube は柴田さんもバズって僕最初に僕のことなんかいろいろ言ってきた時に説教みたいな、昔あったんです、説教シリーズみたいな。はいはいはい、はい、柴田さんの時言ってたんですけど、普通 YouTube って1年に1人多くて2人バズればいいねんけど、もう今年はもう何にも何もバズってるって、はいはい、で説教していくみたいな。まずはやばいよ、光る。ああ、でそのシリーズ俺はもう説教されたな。あの時なんか戻った感じ YouTube で。確かに平常に戻った感じ。落ちたというより平時に戻った感じ。確かに異常なインフレだったんで、なんかそんな感じしますよね。なんか専門チャンネルが出てきすぎたなっていう俺は。まあ確かに、やっぱなんかその YouTube っていう市場がもうなんていうかな、昔はチャンネルの数が視聴者の数と比べて少なかったじゃないですか。確かに確かに。今はもう視聴者の数にチャンネルの数が多すぎてちょっとなんかもう取り合ってるというか、もうだから専門性の高いところに見に行くというか、はい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 、言ったらなんかどっかにおいて100点のチャンネルが見られてるイメージですよね。なんか60点のチャンネルはもう強まないというか。確かに確かに、まあ、淘汰されていってる感じありますね。そんな感じしますね。8000チャンネルあるでしょ。だってウームさんだけで7500チャンネルって言ってヤフー乗ってたんで。すごいでしょ。だ誰でもできますから、ね、本当に。まあ、そうですよね。恐ろしい世界ですよね。すごいね。そこで気合っててって考えたら結構ですね、僕ら。やばいですよ、ね、いや忘れましたよね、それで言うと。懐かしいわ、めっちゃ懐かしいわ。もうだって僕らなんかもう道頓堀とか絶対行けないでしょ、このメンバー。確かに確かに確かに。絶対行けないでしょ。騒ぎになりそう。いやで、こんな家じゃなかったでしょ、これ。それもそうですよ。バズもだって、4畳半みたいなことですよ。来たかったっすね、最初一番だしね。俺、舐めてんのかな、俺。ついてなかったかと思って。ピンキーを一番最初に行ったことないです、僕。ほんまにこのぐらいの事務所、事務所全体がこのぐらいで、めっちゃゴミが置いてあって、そうで、よくわからない中華料理屋で半合算されてね。半合算されて、木造870世代で今思ったら完全にさ、870世代であったその日にいい顔させられて、嘘やろと思いながら20歳そこそこの時代に思ってありえへんな。俺らも20歳ぐらいか。おじさん26歳ぐらい。俺は20歳じゃないんだ。まあ、ノリで行ったって感じですよね、あの時は。でもほんまにちょうどそのノリがなんかなかったら、なんか今ああいうことをしようとするやつって出てこないんじゃないかなと思うんだよね。
まあ確かにそう、無所属たちが集まって何か起こそうみたいな、あの感じ、あのエネルギーって、あと芸能人がまあ入りすぎて良くも悪くも僕はいいように捉えてるんですよ、うん、あれを結構芸能人すごいですね、普通にもうこんなのやっとったんやって言ったらめっちゃ多いでしょ、確かに確かにビビったするもんな、やっとんやん、芸能人がご飯もありますね、 YouTuber の芸能人、ああそうですね、何その YouTube チャンネルでしょ、確かに時代が本当変わってるんでしょうね、結構な戦国時代ですよこれまして、生き残りのネタ有吉さんの相方は、あ森谷さん、はい、覚えた森谷さん、いや、やってますよ、あれでも結構やってるんだ、ちょいちょい、なんか選挙者感ないっすか、あります、ラバさんもそう、コラボとかもそうだし、そしたらあれでしょ、ラバさんあれ失敗したんでしょ、ラバさんと分からんで、ラバさんが悪い、ラバさんが悪い、ラバさんが決定してきた YouTuber の歌舞伎でしょ、これ、これ、俺からの YouTuber 結構なると思ってますから、そういう言うんだ、結構そいつら持ってるやついますよね、ラバさんはめちゃくちゃいろんな人とコラボしてますもんね、確かに確かに、僕だって6でもないやつもコラボしますもんね、例えば誰やったっけ、あの、若にゃんやったっけ、やめとけ、若にゃん、まずい、まずいじゃん、俺や、やめとけ、そうだ、そうだ、そうだ、え、そうなんすか、とんでもねえ、バグラすげえな、ほんまに、マジっすか、あれ、まずいじゃん、これ知らなかったっす、地面に埋まってない地雷ですよね、森社長に、何落ちたって拾ってきましたって、どれ地雷やんか、でも、あの、一番の地雷は森社長でしょ、あれを俺が使えたのが一番の失敗やん、ノーコメントで、まだ一応バズやろ、そうですね、僕らは、はい、あ、バズ、あ、はい、まだバズですね、そのバズ同士ですら知らんぐらい、いや、もう懐かしいわ、でもなんか、あれですけどね、ちょっと、あ、ゆうたくんごめん、ちょっとコンビニ行ってほしい、あ、いいっすか、一瞬だけいいっすか、ちょっと、お金で水分だけ買ってもらっていいっすか、あ、わかる、すいません、いやー、いやでもあれですよね、期間限定のこの期間限定の、まあ、一応今、スポットでコラボじゃないですか、これってどうなんですかね、ヒカさん、その再結成みたいな、あ、まあ、俺はまあ再結成したい派なんですけど、はい、まあ、全然そんな硬い話じゃないんですけど、いやいや、ちょっと重いじゃないですか、コラボ前に言われたら確かに答えにくいでしょ、でもはっきりしといた方がいいとこだったりしますもん、そうなんです、まあ一旦期間限定って話ね、絶対しかも動画出したら再結成したんとか、みんなイベントとかいつやるんですかとか、まあまあまあ、まあ、それに対してのその返答じゃないですけど、再結成俺はありやなと思ってるんですよね、はいはいはい、カスちゃんが良ければ、あ、僕も LINE はしたんですけど、多分ブロックされてますね、そう、既読つかないんで、一生既読つかないんで、それは嘘でしょ、でも YouTuber 既読つけなくない、つけない、結構あるんで、 LINE 返ってこいよ、ね、YouTuber 俺も返さんし、いや俺ね、これ絶対枠自身あるんですよね、うん、まあ確かにそうですね、思うんですよ、でもみんなもういい意味でも人か二か向けて、いい意味でも失敗するじゃないですか僕ら、あ、まあ、ね、結構強いと思ってて、あのまま何もなく走り続けてても、うん、多分誰かこけるでしょ、はい、絶対調子乗るんです、ヒカルさんでも俺でも調子乗るんです、やっぱりあれあれでね、いい意味でね、ちょっと休を連れて休憩できてよかったかなと思うんですよ、それ乗り越えて田中さんごっつん出るんだけど、嘘でしょ、田中さん、お昼寝の時間で、嘘でしょ、大丈夫です、起きてます、幼稚園じゃんこの時間お昼寝ってポンポンしとかない2歳ぐらいで幼稚園じゃん、ドローリーや、いや、なんか、ね、絶対に眠くなるからもっと眠くなるから、で、何の話ですか、再結成、再結成どうなんですかって話して、そうそうそう、もうこんだけ経験、いろいろ失敗もしたから、うん、調子乗るし、変な失敗ないと思うんですよ、あれですよね、今回のこのコラボは期間限定っていうだけど、やけどその先って話ですよね、そうです、どうすかやったら、なんかそういうのって、まあ俺は、なんていうか、前向きですけどね、うん、おー、まあ、僕的には、もうこの、なんていうかな、チーム以外でそれぞれがなんかチーム作ることってもうありえないんじゃないかと思ってることもあるので、なんか今さら例えばまあ俺がレペゼン地球とチームなんとかやりましたとか、禁断ボーイズが別で例えばなんかやりましたとか、もうなんかもうそれじゃないと思うんですよ、なんかそんなの繰り返しても面白くもないし、なんかもうそういうのじゃなくて、でも俺なんかやっぱ歴史ってすごい俺大事だと思うんですよ、 YouTube やっててパッとでは1年目のやつがどんだけ面白くても10年目のやつ勝てないじゃないですか、絶対に絶対に勝てないって歴史やと思うんですよ、面白さとかじゃなくて歴史があるから人は感情動かされると思うんですよ、ストーリーですね、そうです、ワンピースの1巻とワンピースの50巻って絶対50巻もやっぱり明らかに感情移入して面白いっていう感情になると思うんですよね、だからやっぱ長ければ長く人はたくさんいろんな感情を抱くと思ってて、で僕らのこのネクストステージの歴史っていうのは、あの当時は浅かったんですけど、この逆に2年間があることですごい濃いものになるんじゃないかなっていう印象はあるんですよね、2年ですよね、それはなんか分かんないですよね、どういう効果があるのかとか、世間にどう見えるのか、ほんまにそれですよ、ほんまにこれですよ、
2年やね。ほんと2年後っすね。ほんまに2年後やね。新世界ですよ。アンビーのね。ほんまに。しかもほんまにみんな近づいて戻ってくるでしょ。大人でしょ、マジで。まあ僕以外は。僕以外は。僕以外は。まあでも言うて今回のコラボとかも僕らフックというか僕らが待たせてるみたいな感じじゃないですか、っていうとこはあるっすよね。バーストロリュークマに選んだんでね。そうですよ、飛ばされてね。確かにな、なんかいろんな人と僕もコラボして一時期絡んだりしましたけど、それこそプロターンさんとかまあいろんな定期的にもかなり1週間2週間コラボ全然合うんですけど、ほんまになんかグループ組むみたいになったらまあこのメンバー以外ないよ。確かにそうですよ。やっぱ俺ら揃ったらもうちょっと肌があると思うんですよ。まあ、そもそもここ以上まで多分なんか例えば雑誌の表紙とかで飾った時に俺ら並んだ時以上に多分なんか誰か並んでもなんかもう違うなってなっちゃう気もするんですよ。そういう感じで本当しますけどね。どうなんですかね、再結成みたいな。またちょっとまあ事務所の関係もあるじゃないですか。まあ、全員別ですから。まあ僕も禁断の瓶ってバズだけど、まあ一応僕が順位入ってるんで、で俺らの部署属中ですよね。まあ難しいっすよ。でもなんか一旦僕らがちょっとねなんか止まっちゃってる部分とかも、まあ今回ねコラボの時にこのヒカルさんとのやつの時に、まあ、再結成はないって言っちゃってるんですよね、うん、そのトゥグループでやっていきたいっていう一旦は。でお互いまだ見えんからいろいろ見えてきたらちょっとまた考えたいねみたいな話をしてるんで、結構僕らそういうなんか今回の件も待たせちゃってる感があるんですけど、まあでもやっぱまあ思いとしてはとりあえずは期間限定でっていうことでなんですけど、やっぱ後々なんかネクステできたらいいなっていうのはずっとやっぱありますよね。木村さん的にはこのコラボの配信の要は周りの評価ですね、はい、評価ありきでは結構前向きに考えれるかもって感じですか。まあそうですね。と、まあ、あとは自分たちが進んでいった時にどうなるかっていうのと、まあでやっぱずっとでもなんか自分らとしてはもうすごい僕らも話し合ったんですよ、4人で。でやっぱヒカルさんにずっとやっぱおんぶしてもらってる、お世話してもらってるっていうだったんで、今までがずっと本当に笑わさんもそうですし、ピンキーもそうですし、みんなの力借りてるっていう感じだったんで、まあ自分たちの力試したいっていうのはあるっていうのが現状なんですけど、でもやっぱ前向きに考えたいなと思いますけどね。この夏終わりとかですかね、っていうのは正直なとこですね。まあ、あんまり表で言ったりすると混乱しちゃうんで、あれなんですけど。夏は僕らも海外行ったり予定があるんで、はいはい、そのヒカルさんも他にもライブもあるもん、来ましたから、来たじゃないですか。一君も、まあ、一旦で立ち上がって、まあ、夏良すぎますか、ね、とりあえずね。これからコラボする動画の反響も分かんないじゃないですか。そうですね、実際ね、だから僕らがネクストステージに対する思いもこれぐらいでしょ。視聴者が、まあね、ここの可能性もありますから。確かに逆に一緒にこう来たら、それはそれでなんか合わせにいくっていうのもあるやろうし、分かんない。そうなんですよ、ね、あれね、正直結局出してないのは本当何にも分かんないっていうか、ヒカルさんもずっと言ってるように やってみたら未来のことって見えないっていうのがむずいですよね。金木さん的には別になんかもう流れで。そうですね、はい。また部品名関係ないですけど、チャンネル関係ないですけど。そうですね、まあでも本当に僕も大学辞めてネクスト入ってますからね。はい、結構まあ人生変えてもらったグループっていうのはありますからね。分岐点でしたからね、もう東京出てきてな。ああ、そうそうです。きっかけがネクストやったんで、うわあ、すごい、はあ、特別な思い出がありますけどね。それぞれの絶頂期ってことでしょうね、あれは。まあ、どっかに勝つためとかそういうのじゃなくて、当時はなんかどっか潰すじゃないけど、よくライバルみたいな感じだったけど、今もそんなんないんじゃないですか。そうそう、シンプルになんか自分たちの進んでる道でなんかプラスアルファになればっていうぐらいで、硬くない感じでグループでっていう、なんかそれこそ宣材写真撮るとか、それこそさっき言ったら雑誌撮るとかっていうのはもうちょっと形に、まあ、だから1年に1回だけイベントするとかね、例えば例えばね、大きいこれちょっとイベントしてるとか。でもそのあの時はとりあえず超えたいですよね、個人が。まずはなんかそうやっぱネクステが戻らな、超えられないんじゃないかみたいな雰囲気はリアルですよね。なるほど、なるほど、そういうことですね。ヒカルさんもずっと言ってたんですけど、ヒカルさんが個人であの時を超えたいみたいな言ってたのも確かにそうやなと思って、個人があの時の4人の力を超えたいっていうのはありますよね。僕はもう完全に今がピークなんで、やばいっすもんね。モルドローさんはだいぶまあ踊ってるというか、もう僕 もう再生数自体は別にそんなに変わらないんで、そうです。勢いは昔のもありましたけどね。僕はもうほんの破竹の勢いだったでしょ、圧倒的だったんじゃないですか、ね、僕はもう当時何してもなんかもう OK やったっていう時ぐらいありましたからね。僕ら本当2年前の時、その休止明けからずっといけるとは思ってるんですけど、とは思っててやっと試せる時なんで、で今年の夏も絶対うまくいくやろうなと思ってるんですけど、まあ、まだ結果は出てないんで、まだなんかそんな偉そうなことは言えんなっていう気持ちですね。やっぱりやっぱり気持ち的にはそうです。そうここで戻ったからね、濁っちゃいますもんね、うん、だからもうあの時がとかじゃなくても超えたいっすよね、それを確実に。それぞれが超えてもう一回集まったらもうやばいっしょ、うん、やばそう、そういうね、それあれでしょうね。
夏終わりぐらい、まあ、数字見ながらコラボスポットでやったやつも出しながら、うんうん、で別に今年じゃなくてもいいじゃないですか、うんうん、どっかのタイミングでほんまにもうみんながもうそれでもう一回、まあ、ある意味よくもあるのもまた人生ちょっと預けちゃうんで、確かに結構、ね、時間も奪いますし、正直この人数とコラボするとどうせ悪いでしょ、うんうん、そういうデメリットもメリットもあるんで、そこちょっとまあ他の大人もいるんで事務所入ってるっていう仕事をまた改めて話したんですね、それここで話してみまちゃうんで、あ見ながらですね、様子をね、そうですね、いいっすね、ちょっとやりたいですね、一緒で、じゃあそれで、ね、きますか、ちょっと写真だけ撮りません、みんなで、おー、記念に撮りましょう、いつぶりなのかね、写真なんて撮っときましょうよ、これこのメンツが何年ぶりでしょ、2年ぶりとかじゃないですか、本当にほんまに写真テンション上がるわ、これカメさんいないですけど、ね、テンション上がる写真だけ、はい、座った方がいいか、俺はよし、最近前髪自分で切ったんですよね、エクセポーズっていうのはなかったっすよね、確かになかったっすね、3スリーピース。で今日なんですけど、はい、今日あのメイスさんとジムで撮影するんですよ。ええとこ見せようと思ってないんですよね。なんてだからそれをちょっと嫌ってもらおうかと。メイスさんに今日の企画なんですけど、まだこれドッキリで、ラファエルの元カノのリーさんとまた新しい方ですね。こんにちは。うわあ、めちゃくちゃ綺麗な方ですね。やっぱ働いてる方も。ちょっと向かってないか。結構多めにいっていいですよ。なんか味鈍感なんですよ。だからめっちゃ気づかない可能性あるんで。うわ、美味しそう。うわぁ。ほんまに行けるので、これめっちゃ辛いんだけど。ちょっとほんまに冗談だけど、撮影以外で。ちょっとどうやって飲めんのこれ、どうやって飲めんの、止まらない、止まらない。ちょっと、あかん。いや、感想とかしないんだけど。ちょっと、感想やりましょうか。めっちゃ、ほんとに腹が悪いの。気持ち悪い。ちょっと、何してんの、何ですか、何ですかじゃなくて。いや、まだ許してないから。